トイデノガミ社は、富山県高岡市トイデ町にある神社、神社の入り口にある大鳥居で知られる。祭神は、アマテラス大神で、周期礼祭として10月に、ホロム社行列が行われる。富山県高岡市トイデ町にあり、神社の入り口にある大鳥居で知られる。これは、1853年3月に、伏木野の野や安芸門が寄進したものである。毎年10月には、 1697年から続く、ホロム社行列が例祭として行われており、トイデに縁のある歴史上の人物に奮した子供が町を練り歩く。大鳥居は、三影石で作られたもので、瀬戸内海の小戸島より産出されたものであると伝えられている。トイデ地域がかつて千穂川を通じて不思議、さらには瀬戸内海、京、大阪とつながっていたことを示す貴重な歴史遺産と、 なっている。ト出町には、本町側三道奥や、寺町側にも、同程度の大きさの鳥居があるが、大鳥居といえば、本町側のこの鳥居を指す。この大鳥居は、加賀藩で、屈指の豪商で、ト出の特産品である八甲府や、菜種などの問屋だった、竹村や、茂平の繁栄にあやかるため、伏木の海鮮問屋及び七県の船問屋のうちで、最も実力のあった、 のとや三江門とその持ち船の先導らが、1853年3月、竹村や、茂兵の住む問い出の問い出の神社へ寄進したものであると考えられている。竹村や、茂兵の屋敷は、かつてこの大鳥居より西にあった。竹村や茂兵は、船を持って、不思議港を拠点として、海運業を営み、財を築いたことで知られている。ありがとうございます。